南米伝統衣装としてのポンチョなどポンチョは、主に中南米で着用されている衣類、街灯。四角形の布の真ん中に穴が開いていて、そこに首を通し、かぶって着用する。ポンチョを着用する、各国首脳ポンチョは、抜き頭衣やダルマティカに類される衣類だが、主に通常の着衣の上から、防寒、防風のために着用される。 このため、発水性、断熱性に優れる毛織物で作られる。アンデス文明の頃から利用されているが、口述するように、アマグとして、現代の素材で作られた製品も見られ、またそういった、現代の製品では用途に合わせて工夫が凝らされている、ものも、少なくない。衣服としての構造は簡単なものではあるが、肩から上半身にかけての保温の瓶は良く、 男女の別なく着用される。布地の大きさは横約3.6メートル、縦約2.4メートルほどで、頭の通る穴は中央に開いている。これを羽織るとちょうど腰の位置までが覆われる格好となり、地面に座り込んだ状態では折り曲げた足を覆う。もともとはアローカニア人の民族服で、スペイン人が現地に住み着くようになるまでは、野生のリャマの比較を色とりどりに染めて使っていた。 彼らはこれを、オニと呼び微具としても使っていたため、スペイン人たちは当初、これをテーブルクロスの一種だと考えていた。後に毛織物が主流となっていくが、このオニを原型とするポンチョを作るのは、女性の仕事とされ、野生のリャマやカモシカの毛を、実に2年もかけて、密に追っていったものが高く評価されている。これらは最も好まれる色として、トルコブルーに染め上げられたり、 植物染料によって黄色、緑、赤などで色彩される。図柄は単純な体模様か簡単な絵模様が使われる。かつてはこの下にシャツなどは着ず、長袖の肌着の上にそのまま着用していた。近代よりはガウチョなどに古外で働く者の作業着などとしても広く利用されており、現代でも南米地域を中心に一般的に用いられているほか、 世界の広い地域でアウトドアウェア、あるいは簡易雨具や防寒着などの形で利用されている。携帯性が良く、冬の高雨に対応しやすい簡易雨具としての、ポンチョ雨具としてのポンチョは、前述の比較ないし、もう織物としてのそれとは異なり、面や化学繊維の布にゴムなどで防水性を持たせたもの、より簡易にはビニールなど、 合成樹脂のフィルムでできたものが一般に利用されており、頭を覆うフードがついている。これらは簡単な構造ゆえに、単価も安く製造できるため安価であり、折りたためば場所を取らず、必要であれば広げて速やかに着用でき、また緩やかに体を覆うため、背負ったり抱えたりした荷物を溶き込むことで荷物を濡らさなくて済むなどの利便性が見られる。緩やかに覆うという性質から、 手足にまとわりついて行動が制限されることが少ない点も利点と言える。反面、レインコート一般に比べると腕や足は覆わないためどうしても濡れがちで、こと何らかの作業を行ったり自転車や徒歩で移動する場合には動体以外は濡れてしまいやすい。ただ、その分通気性が良いために群れがたいなどの利点にもなる。他、低体温症予防の観点では頭や 胴体の体温低下を防げれば良いため、理にかなっていると言える。しばしば濡れやすい足を濡れないようにするために、レインコートのズボンを併用することも行われる。なお、これらの特徴から1850年代より、南北戦争の時代にゴム引きなどで防水性を持たせた、木綿製の軍用ポンチョが利用されるようになり、後に近代的な不評の標準的な装備として利用されている。 特に原用のものでは、軽く薄い、大判ながら折りたためば、小さなポーチに収まる合成繊維製のものも利用されている。アメリカ軍用のポンチョには専用のキルティングライナーを重ねることができ、毛布や寝袋の代用としても使うことができる。こうした軍用ポンチョは、雨具としてだけではなく、休憩するときや遭難して、救助を待つなどする場合に、簡易テントとして、 シェルターを作るためにも利用される。着衣であるから広げても面積は狭く、一枚では人間一人がどうにか直接的な降雨、降雪、直射日光を防ぐことくらいしかできないが、こういった自然環境からのダメージをいくらかでも軽減できれば、その不評の生存可能性を押し上げることにもつながる。複数の軍用ポンチョをボタンや紐で結合して、 複数名が入ることのできる簡易テントを構築することも可能である。また死体袋、棒と組み合わせて単価、また装具などをくるんで、浮き具として応用されたり、放射性硬化物や有害なしぶきが直接衣服に付着することを防ぐ簡易防護服として利用される場合もある。ありがとうございます。